我は、ロボットは、アイザック・アシモフの SF 小説短編集。1950年に刊行された、ロボット SF の古典的名作。我は、ロボットは、早川書房から出版されている、帯房役の代名であり、東京創原社からは、伊藤明役で、私は、ロボット、角川書店からは、小田巻役で、アイロボットの代名で日本語役が出版されている。また、 岩崎書店からジュブナイル版が狂ったロボットの題名で出版されている。アシモフの初期のロボットモノ SF 短編をまとめたもの。本書において有名なロボット工学3原則が示され、アシモフはロボット SF の第一人者としての地位を確立することになる。US ロボット社の主任ロボ心理学者、スーザン・キャルビンの回顧録という形になっており、彼女かもしくは、 同社の新型ロボット実地テスト担当員のドノバンパウエルのコンビが各エピソードの主役を務めている。この回ロ録を聞き取ったのはインタープラネタリープレスの男性記者である。彼のメモによるとキャルビン博士に初めて会ったのは彼女が75歳の時で82歳で亡くなるまでの間何度かインタビューしている。ロボットが一見して三原則に反するような行為を 行う事件が起こり、その謎をスーザンたちが解明していくというミステリー仕立ての作品が多く、これが後に SF ミステリーの傑作としても名高いロボット長編、鋼鉄都市へとつながっていく。ちなみに本書のタイトルは、アシモフが文章技法の面で多大な影響を受けたという SF 作家クリフォードリーシマックの短編から取られている。続編として短編集、 ロボットの時代がある。後に、アシモフのロボット短編を集めた短編集、コンプリートロボットに本書収録の全短編が再録されている。2004年、ウィル・スミス主演で映画化された。私は、ロボット糸、アキラ役草原推理文庫 SF1976 年4月23日初版。ありがとうございます。